どうも、アミスターです。はい、今回はなんとアミスターのグッズを発売することが決定いたしました。よっ。実際に届いてみて、今初めて僕来たんですけど、結構これ今夏じゃないですか。結構涼しいです。すごい動きやすい。これマジボレーできるから。できるって。いいねいいね。いいよ。半袖どう？半袖も全然いい。通気性メッシって感じ。メッシ最高じゃないですか。パーカーどうよ。パーカーね、今ぶっちゃけ暑いじゃん。なんか夏着てても別に問題ないから。夏は暑すぎるよ。暑いし、夏でもやっぱ寒い日ある。ない。ない。オッケー。ロンティーどうですか。ロンティーもね、生地がね、本当着やすい。っていう感じで、このラインナップ以外にもカラー展開もいろいろあるんですけど、まあその詳細をこれから紹介していこうと思います。むずすぎやろ。おっとっとっと。僕が身長164センチ、体重が今56キロです。でも全然ゆったり着れますね。ポイントとしては、はい、左胸のあたりに T シャツロゴが入ってるんで、ここちょっと可愛いじゃん。で、この T シャツなんですけど、カラー展開がブラックとホワイトとベージュ、この3カラー、サイズ展開が S、M、L、XL の4サイズ展開になっているので、皆さん自分に合ったサイズ感を手に取ってください。次、ロンティ行ってみよう。あ、シュウちゃん、こんにちは。シュウちゃんのサイズ展開、はい、展開じゃねえ。身長体重が自分は168の62、はい、着用サイズが M で、ゆったり着てるって感じって感じですね。裏方はカンタみたい、デブのやつは XL で。カンタは XL。 僕一回着てもらってもいいですか。164センチなんですけど。嫌です。え、あー来ましたよ。ちょシュウちゃんから借りたこれ M サイズなんですけど、虫いる。虫いるんですけど、これ M サイズで、僕164センチの56キロで、こんなにちょっと大きいかなって感じですね。僕からしたら兄ちゃんのお下がりみたいな。そうですね、亡き父の。同じ165より下の人は多分 S ぐらいがちょうどいいかなって思いますね。で、これがサイズ展開が T シャツ一緒で S、M、L、XL で、カラー展開がブラックとホワイトとしております。夏でもなんか日焼けしがね、気になる方はこのロンティーでもいいと思うので、ぜひ皆さん購入してみてください。次、ジャージ。はい、次に紹介するのはジャージの上下です。ジャージの上下ですって思う。おかしいよな。何がいいって、このなんかその質、生地感がめちゃめちゃいいんですよね。なんかそのサラサラしてて着やすくて動きやすいんですよ。しかもこれなんとサイドにポケットがあるんですよ。なんとね、パンツにもあるんですよ。これ欲しいでしょ。おい、ぜひね、皆さんね、手に取っていただきたい。本当にこれは普段にでも使えると思うんで、ちょっとコンビニ行くときとか着飾りたくないなって日はもうこれでいける。これ M サイズを今着用してますね。で、164センチの56キロ。これがサイズ展開 SL、M、XL、 これもいつも通り4サイズ展開で、カラーがブラックとネイビーご用意しているので、男子女子関係なく着れると思うので、ぜひ皆さん、購入してみてください。次の商品はパーカー。はい、パーカーのセットアップですね。いや、いいっすよ、これもめっちゃ確かに似合ってる。顔色と全く同じだね。ね、本当だ。誰がシュレックシュレックの体重と身長と今着てるサイズ展開教えてください。はい、シュレックの体重は65キロですね。65トン。はい、65トン。身長が175キロメートル。あ、ちゃんと説明して。うん。上はこれ M サイズ、 M サイズだ。 M で結構ぴったりって感じ。ぴったりだ、ね、なるほど。じゃあ L の方がちょっとゆったり着れるって感じかな。ゆったりだ。うん、なるほどね。とちょっとね、上に引っ張られて、はいはい、下が若干こうやって上がってきちゃうんで、ワンサイズ上げた方がいいかも。あ、でもそうですね、それかっこいいね。このそれいいね、それ。ええ、カワチーですか。カワチーです。なるほど。このポケットが何よりも大きい。確かに結構意外と便利だよね。あったらこれ便利。うんね、あの携帯とか財布とか入れるからね。パンツのポケットあんの。パンツポケットあります。これ後ろはない。ああ、いいお尻。
はい、いかがでしたでしょうか。他にも商品のラインナップは、揃っていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。どうでした今回このグッズ発売っていうことなんですけど。いや、物届いてみてやっぱり実感湧いてきました。なんか自分たちのグッズって、うん、いいよねなんて、うん、僕たちも本当にあのいい商品だと思って提供しているので、ぜひ皆さんあの手に取ってみてください。商品の詳細はアミスターの公式インスタグラム動画概要欄のリンクをチェックしてみてください。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バチュアイ、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 バチュアイだそうです。